どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。さあ、今回は3つ目の願い。まあ、あれだね。目について調べるということだね。あっちか。まあ、神の目との関係性がね、いろいろ分かってきたんでね。3つ目でさらに、深いところの話が出るのかな。神の目を失った人は確かこの辺りで有名な剣術家だったよな。明鏡止水流の現師範らしいけど、なんかすごそうだな。ここがその人の剣術道場みたいだ。ちょうど人がいるみたいだから聞いてみようぜ。ナナコ、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取り憑かれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか。どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだ、オイラたち。弟子入りに来た。弟子入り。そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。回復するまで待つ。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうかわかりません。鳴神大社ってなんだ。鳴神大社知らないのか。あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、七子、師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる、神の目を奪われるとそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。
ああ、夢によって敷かれた剣術家の道ということで、18時から24時に、また来るらしいね。今何時？あ、結構いい時間。んじゃあ、時間進めて、どういう状態なんだろうね。仕事がまだ終わってません。よし、これで OK かな。休んでいいのでしょうか。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。血眼になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてから当てもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。もう誰か次の仕事は出たね。足跡が一つ。ここにもいない。もっと上かな。兄弟弟子の話もちょっと出てたね。本当にここか。もっと上に行って探してみよう。この辺り。あそこに怪しい奴がいるぞ。きっとあいつだ。ここに長くお前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当に土門の弟子か。土門より早く感じたが、それとも何年も会わねえうちに土門の奴また実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？お前らが生まれてくるずっと昔から俺と土門は一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺は土門から兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。じゃあどうして逃げたの。土門に会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが
土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ？それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か？明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。ものすごく優れてた人みたいだね。だから願いが、天下一の願いが強すぎて神の目の力も持ってたってことか。師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか？そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。七子、落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それにこのことに天気がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が？俺の知ってるあの八重様がですか？鳴神大社の大巫女様、八重様が？よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか？必要ありません。唯一行うべきは、指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。
兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか？いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと、我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。さて、やっと着いたね。高かった、道のり。いやー、これだけ登ってこなくといけなくてさ、省いたけど。じゃあ話聞きましょうか。クエストが消えちゃってるんで、これで OK かな。山田がいたな。おお。あの子サボってないよね。お、あの人が八重様か。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか？うーん、オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか？師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。ふん、残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は？そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら、師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか？どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか？いいな、じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者が、その手で自身の師匠と兄弟子を任した時、本当に何も感じぬと思うか？八重様のおっしゃる意味は？剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あ
あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会ったドモンさんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえ奴だと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。鼻からお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き、天下一を取る。お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめ、ここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは、今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった、明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ、早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。まあ一段落だけど、もともとそうかって言われると違うからね。はい、一段落したかな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはり
わらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。あー、戻る感じかな。で、今のヤエって人さ、実際なんか崩壊サードで同じようにケズクラだったっけ、名前がつく人がいるのよ、キャラクターが。あれに似てるね、ピンク色の髪に。喋り口はちょっと違うけど、髪とか似てたなー。あれもキャラクターとして出るのかな。で、雷元素だろうね、あの見た目の感じがね。もう一回引こう。ガチャね。ガチャ、楽しみであるよね。次出るのね。じゃあ戻りましょう。戻ってきたよー。ということで、三つのお願いを聞いたんで、稲妻将軍に会う手助けを聞こうか。そんな簡単に行くもんなのかなー。の願いも叶えたぞ。あやか。こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。受けた傷を完全に癒すことはできない。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば彩香、どうして今回は出てきたんだ。あの三つの出来事から、私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とはすだれ越しにお話はできません。ちょっと待った、トーマってお前の家来だろ。おいら家来は嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた彩香、雰囲気も違う気がするぞ。わかった、じゃあお前の友達になってやる。どうしよう。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。なかなかよね、一気死にって感じやけど、それよりも苦しいことなのか。神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。
そうだね。もうあれを見て見逃せる状況でもないからね。それに大事に一番手っ取り早くたどり着く方法な気もするから。ネガリレーに抗うことをこ、協力すると。本当ですか？でも約束は守ってもらう。はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業上里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後城内での祭祀が減ってからシャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さてここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？ここでやっと本題だね。雷電将軍はどんな神？将軍様、私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。本当機械みたいな人間なのかもしれないね。他にメガリレーに反対する人はいないの？実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の三五宮のもとで抵抗組織を結成したのです。三五宮に関してはもともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが。でも協力はしてくれそうだね。最後、正式にメガリレーに反対したことはある？もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による両奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは
一体どのような理由からなのでしょう。なんかファーリー絡んでそうだけどね。今のところ何もないからな。あ、まあこれぐらいにしとこうか。もう聞くことはない。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。あー、神の目ね。私も欲しい。確かに。もしかしてウェンティーのって。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。この人は多くの人を助けてきた。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマはシャブ業としての身分がございますので、このことが露見すれば神里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。じゃあ全部私に任せるってこと。もちろんこのことをすべてあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。花火屋か。あの新キャラの子っぽいけどね。もし加勢してくれるならね。で、ちなみに場所は結構離れてそうな感じはするけど、あー、そうでもないね。了解了解。そして今回ここまでにしましょう。結構話が多くてね。途中切れてしまったけど、まあ次回この続きからという感じにしよっか。この子持ってないからね、神里ね。なかなか一緒にこうなる機会はないからね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあね、そろそろ戦闘が増えてくるんじゃないかなと思うんで、あとは新キャラがどんどん出てくるね。これはガチャが楽しみだけど、無課金勢はほんと辛い時期続くかもね。仕事がまだ終わってません。一応狙い目としては、休んでいいのでしょうか。神里彩香はいいんだろうけど、雷電将軍を狙ってるからな、それまではちょっとガチャを渋ろうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。